ター慶心は隊列に戻れました。カーナンバー24小辻隼人は隊列の一番後ろにつくことができるかどうか。今最終コーナー、今度こそスタートが切られるか。ポールポジションは玉木、セカンドグリッド小杉、今スタートが切られました。スタートカーナンバー26玉木優子は後ろに下がっています。小杉がまずはいいスタートだ。小杉がいいスタート、2番手に玉木となっている。3番手にはカーナンバー29が来ているか。津本拓実ギリギリのラインで今 SC、 そしてバックストレートが入ってきます。先頭はカーナンバー27です。小杉聡、2番手にカーナンバー26をつけます。玉木優子と続いています。トップ3がまずは1段階、3番手と4番手の間が少し空いています。4番手、5番手、5番手あたりも今サイドバイサイドのバトルになっています。7コーナーから8コーナー、そして遅れてスタートを切りましたカーナンバー24、そっち早くもスタートは切れています。最終コーナーからの立ち上がり、まずは1周終了、1周終了2周目、1周終了2周目です。トップ3が1段、そして4番手、5番手が少し離れています。4番手にはカーナンバーが23になります。先ほどの開幕で勝ちました新川健信、そしてその後ろにはカーナンバー22の岡本、いずれも開幕戦ではいいレースを見せていました。この2名、4番手5番手と続いています。その後ろにはカーナンバー28をつけます松崎がつけていると思いますが、松崎の後ろが狭間となっていますでしょうか。狭間は5番グリッドからのスタートだったんですが、現在はこの位置7番手、そして先頭集団の形が変わってきた。先頭はカーナンバー27、小杉聡で変わっていません。戻ってきました。2周終了3周目、2周終了3周目です。2番手には玉木優子、3番手には津本、そしてその後ろには4番手、シンカー健信が続いています。シンカーの後ろなんですが、若干空いています、カーナンバー22。そしてその後ろはまた空きまして、狭間が上がってきました。松崎をかわしました。狭間が現在は6番手に浮上です。狭間の後ろの松崎、そしてその後ろなんですが、今、3ワイドになっていましたが、この集団なんですけれども、4台の集団ですね。現在は6コーナーからの立ち上がりになっています。ここも激しいバトルになっています。カーナンバー32の坂がこの集団を引っ張っていっています。後ろの方で最年少のドライバーになりますが、新原幸太郎も頑張っています。3周終了4周目です。トップと2番手がわずかに空きました。1位と2位の差なんですが、コンマ681です。コンマ681です。そして2番手にはカーナンバーが26、玉木優子、開幕戦でもポールポジションを取りました。そしてこのレースでもポールポジションスタートとなりました玉木優子がつけています。トップから5台の集団という形になっていますでしょうか。そして6番手には単独走行です、風間、その後ろには7番手にはカーナンバーが28になります。カーナンバー28は松崎、そして坂が最年少ドライバーと最年少ドライバーのバトルということになっていますが、現在は7番手争いです。松崎、坂、さらにはその後ろに村上、田中と続いていると思います。田中の後ろまた少し空きました。カーナンバー34の新原、先頭集団は5台の集団になった。先頭集団5台のパックになっています。4周終了5周目の周回、6番手はカーナンバー21、ここは単独走行で変わっていません。狭間の後ろは松崎が引っ張っていきます。4台の集団、新原がやや遅れてきました。新原の後ろなんですが少し空きまして、ここはですね、今清水が取っていると思います。清水は現在は12番手、このぐらいの位置を走っていると思います。先頭帰ってきました。これで5周を終了します。小杉聡、東のドライバーですので、この神戸スポーツサーキットというコースには慣れてはいないと思いますが、カーナンバー27スポット参戦ということになります。御殿場シリーズの開幕2連勝を飾りましたカーナンバー27です。小杉聡、小杉、玉木、津本、そして新川、先ほど勝ちました。さらにその後ろには岡本がつけています。この5台の集団なんですが、ちょっとずつその間に間隔が空いているんですよね。その後ろは単独走行でしたカーナンバー21なんですが、狭間がこの前の集団に追いつくということになりますと、6台の集団ということになります。先頭争いです。6周終了7周目、狭間の後ろまだやり合っています。
坂広行き業界1コーナー飛び込んでいった。ワンポッションアップ、カーナンバー32坂広行きはワンポッションアップです。松崎をかわしました。これで7番手に浮上ということになります。坂広行きが7番手に浮上です。坂、松崎、さらにはカーナンバーが33になります。村上良生、ここが3台のパックになっています。5コーナーから6コーナー、5コーナーから6コーナーです。先頭集団は動きはありません。ただ激しくやり合っているのが今松崎がまた戻していくという形になっています。7コーナーからの立ち上がり、4台の集団になった。後ろから来ていました田中も入ってきました。ここは7番手争い、松崎が引っ張っていくかどうか。最終コーナー、さあナンバー32坂が出てきて、その後ろから田中もやってきた。田中もやってきた。1コーナー狙っていく、飛び込んでいくかどうか。後ろに下がります。さあそしてもう1台村上、村上がアウトライン足を落としてしまいました。若干遅れます。後ろからシンバラが来ている。カーナンバー33、若干遅れを取りました村上です。7番手争い激しくなっています。坂、松崎、そして田中といったオーダーになっています。7番手、8番手、9番手、先頭争いは5台の集団になっている。少し離れましてカーナンバー21をつけます、風間翔太です。全部で19周のレースです。戻ってきました。8周終了、9周目。ダンロスのネクストカップ2015シリーズ、さあ後方でも金沢やまた清水がやり合っています。こう最終コーナーのところですね、激しいバトルになっています。全日本ですとか地方戦のランキングトップの方にいるドライバーから、また近年ではちょっと現役のレーシングを離れていたけれども、レンタルカートの方でその名を轟かせているようなドライバー、さまざまな顔を持ったドライバーがエントリーしています今回のこのシリーズですから、年齢も非常に幅広いですし、経験も、まあ、ベテランから若手までさまざまなドライバーがエントリーしています。そこがこのシリーズの面白いところと言えるかもしれません。9周終了、10周目、レースは折り返しを過ぎました。全部で19周目です。小杉さとし、そしてその後ろには玉木優子、津本、新川、そしてカーナンバー22、ちょっと遅れてきましたね、岡本です。岡本の後ろは少し離れました狭間、前との間隔を詰めることはできません。カーナンバー21の狭間単独走行。その後ろの坂なんですが、集団から抜けてきまして、現在は6コーナー単独走行になっています。白いヘルメットのドライバーです。カーナンバー32、7番手、そして8番手と9番手がやり合っていまして、これは松崎ともう1台カーナンバー31をつけます田中です。地元のドライバー田中です。そしてその後ろにカーナンバーが33、先ほどブロックをしました村上です、ね、村上の後ろにはカーナンバー34単独走行になっています。こちらはシンバラ、シンバラの後ろにはカーナンバー35山本がつけていまして、山本、それから金沢、そしてカーナンバーが30になります、ね、清水と続いています。でさらに小辻も今ですね、10周終了、11周目の周回に入っていきました。トップ争いはいよいよ迫ってきた。7コーナーからの立ち上がり、玉木優子が後ろに近づいてきました。小杉聡、このサーキットではアウェーです。最終コーナーからの立ち上がり、カーナンバー27、今コントロールラインを通過していく。11周終了、12周目、11周終了、12周目の周回です。トップ中が一番迫っていますね今コース上では。でまた今コントロールラインを通過しました。田中とその後ろから来ていました村上が接近戦です。あ、そして玉木優子が4コーナーに入っていく。玉木優子4コーナーから入っていく。小杉が今ですねアウト側に足を若干落としました。さあその小杉なんですけれども、2番手に続いています。そして今返していく。7コーナーからの立ち上がりはサイドバイサイドになっている、サイドバイサイドになっている。あ、ちょっと小杉が今ですね後ろから来ていました。津本も巻き込まれた。これは大変なことになりました。先頭争いです。これでカーナンバー23、また新川健進のトップになっている。なんということでしょう。12周終了、13周目、新川健進がトップに浮上です。これはトップの玉木と小杉が非常に激しくやり合っていましたけれども、その後ろから来ていました津本も巻き込まれる形で5番手にドロップ。トップはカーナンバーが23になります、新川健進です。2番手にこれで上がりました岡本、繰り上がり。そして3番手には27番の小杉、
そして4番手に狭間が来まして、5番手には津本となっています。先頭争いは最終コーナーからの勝ち上がりです。さあ、これで残り周回数少なくなってきました。13周終了14周目です。トップと2番手の差はコンマ56で、2番手3番手の接近戦、3番手の後ろは少し空きまして2台続いています。狭間にもチャンスが巡ってきた。その後ろには津本、少し離れて走っている。津本の後ろにはカーナンバーが32になります。坂現在です6番手ということになりますね。坂の後ろに玉木優子がつけているといった状態です。坂、玉木、そして松崎、村上といったオーダーになっているでしょう。2番手3番手が激しくなっています。岡本、その後ろから手すぎ、先ほどはこのトップ争いね、失敗をしてしまいましたが、今3番手というまだまだ挽回の余地がある、そういった位置を走っています。14周終了15周目。さあ、4番手5番手も詰まってきた。津本拓海がアンポッシュを上げれるか、少しでもポジションをリカバーしていきたいところだと思いますが、カーナンバー29、ヘアピンのところにもぐっとその差が詰まっています。4コーナーからの立ち上がり、そしてその後ろには玉木優子と坂博之なんですが、玉木優子が現在は6番手、そして7番手が坂博之、先ほどの周回でポジションが入れ替わっています。坂博之もその玉木優子の後ろぴったりとついている状態。その後ろの松崎とそのうち内バトルをしていましたカーナンバー33、村上は少しほぐれてきました。これで15周終了16周目です。シンカー、シンスンが先頭、シンカーから小杉までの3台です。今2コーナーからの立ち上がり、そして4番手5番手がどうか、今津本なんですが、若干ですね、2コーナーのところで接近戦だったんですが少し離れました。4コーナーからの立ち上がりです。風間はどこから若一つポジションを上げるということになりますと、表彰台獲得という位置に走っています。4番手5番手です。そしてトップと2番手のその差なんですが、先ほどコンマ5ありました、コンマ399でした。先ほどの周回です。戻ってきました時にその間合いを確認していきたいと思います。先頭のシンカー選手、今コントロールラインを通過していく。44秒926。それに対しまして2番手の岡本なんですが、44秒838で走っています。3番手はカーナンバー27、44秒904。トップ3の中では2番手の岡本が先ほどの周回では一番速かった。4番手5番手は少し離れてきました。4番手の狭間、5番手の津本となっています。津本の後ろのこの2台なんですが、玉木の後ろにがっつりついていっています。カーナンバー32、今回は最年長ドライバーということになります。坂博之、今年は86にもチャレンジしています。バックストレートに入ってきましたカーナンバー23、先頭と一緒しました。この3台の集団です。4コーナーのところでもぐぐっとその差が詰まってくる。4番手5番手も詰まってきた。逆に6番手7番手は離れてきました。その後ろの松崎と村上のバトルなんですが、ここもテールトゥーノースになっています。残り周回数戻ってきましたらファイナルラップということになります。残り周回数もう後がなくなってきた。先頭争いどうか。シンカー選手、このまま行きますと開幕2連勝ということになります。戻ってきました。18周終了19周目、ファイナルラップ、小杉が入っていくか。2コーナーのところぐっとその差が縮まりました。2番手3番手手に汗握るバトルが起きています。今突破争いが激しくなっている。4番手5番手争いはどうか、少し離れている。さあ、どうして逆にですね、その先頭と2番手が離れてきまして、カーナンバー27小杉なんですけれども、ワンチャンスどこで狙っていけるか。今6コーナー、岡本は前を追っていけるか。ちょっと離れているシンカー謙信、2番手3番手バトルが起きたことによりまして、トップと2番手が少し離れました。最終コーナー、もう間もなく戻ってきますが、このシンカー謙信にとりましては開幕2連勝という結果になりました。ナンバー23戻ってきました。シンカー謙信がトップでした。第2位はカーナンバーが22になります。岡本守りました。3番手がナンバー27、小杉、4番手は津本、5番手は狭間、6番手がカーナンバー26になります、玉木優子。
そして7番手には坂、8番手には村上、10番手には松崎、15番手には田中。